はい、元木チャンネルです。今、十勝プラザというところにおります。本日、蓮池徹さん、拉致被害者で帰国した蓮池薫さんのお兄さんかなの講話があるんですね。拉致問題と北東アジアの平和を考える会。これ、動画撮っていいですかって言ったら、ダメと言われまして。なんか、実行委員会の都合ということですけど、ちょっとわかんねえな。YouTube で国民の皆さん認識低いんで上げた方がいいんですかと言ったんですけど、なんか理解してくれなくて、北朝鮮に配慮しているんですかとか言ったら違いますということで、一応ダメということなんで動画撮影はしないです。蓮池徹さんはれいわ新選組の人ですね。ちなみに何回も言いますけど、自民党の佐藤正久さんからは本人に直接じゃないんですけども、スタッフの人に、動画撮影はその時はコメントをいただきたいとお願いしたんですけども、ダメと断られまして、自民党愛の新報とかなんか外人の受け入れとかやってるんで、反日政党ですね。令和新選組も経済面はいいんですけど、これはここでやめたいと思います。蓮池徹さん、拉致被害者の実の味なんで、国民の中関心を集めるのはいいのかなと思うんですけど、ちょっと残念ですね。はい、失礼します。